はい、皆さんこんにちは、ワナリングルイジです。今回は信長の野望創造戦国立志伝の、村上義清でのプレイ続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、長尾家に寝返った村上義清なんですが、その居城である神原城に向けて、なんと今度は北条が大軍1万を持って攻めかかってくるという再びのピンチを迎えているという状況の中でのプレイになります。では早速続きをプレイしていきたいと思います。でですね、ちょっと最初にお伝えしておくとですね、あの収録時にマイクがちょっと不調がありましたので、プレイ動画とは別に実況だけ別撮りさせていただいています。その点だけあのご了承いただければと思います。で、今北条が居城神原城に対して1万を超す軍勢で押し寄せつつあるという状況なので、軍団の各支配下にある城から神原城に兵を集結させているという状況です。長尾に寝返った村上義清なんですが、もうすでに軍団長に抜擢されるというね、大きな期待を寄せられている中でのプレーになります。まあ、ここは何としても神原城を北条勢から死守しなきゃいけないというところになりますね。敵が我が領内に向かっております。やっぱりその北条勢に関して言うと、関東平野を抑えている分、兵力がかなり潤沢にある分ですね、いざ一度先端を開くと、もう兵力が無尽蔵にやってくる感じですね。表情を始めましょう。報告いたします。で、長尾は武田、今川、北条と敵対関係にあるので、まあ三方向こう囲まれているっていう状況ですね。出るぞ、必ずや勝つ。ここは援軍が来たので、村上義清も神原城から撃って出て籠城戦に入りましょう。行くぞ。取り掛かります。かかれ。で、視聴者の方にね、過去何度か申し聞いただいてるんですけども、籠城戦の時門に張り付いてないと、その門のね、耐久がゴリゴリ削られますよということで、その目安が星印がついているかどうかというところだと思うんですね。まあ、それはもちろん僕も認識はしています。ただたまにですね、城門越しに兵を削ってくるパターンがあってですね、もちろんそういう特性を持った障害物越しに攻撃を仕掛けてこれる特性を持った武将たちがいるのも知っているんですけど、そうじゃない武将たちもたまに縄文越しに攻撃当ててくるんですよね。そういった時に一度離れてもう一回ついたりすると、それが解消されてたりするので、そういう意味で縄文についたり離れたりとかっていうのをしていることがあるんですけど、ここってなんか条件があるんですかね。やっぱりここがいまいちよく理解できてないところなんですが、ここは北条の大軍勢の前に味方が城外で戦うとこんなボロボロになりますっていう状況ですね。もう正影なので、今戦ってくれているのが決してその弱兵ではないはずなんですけどね。やっぱり兵力差がここまであると城外で戦うと厳しいですね。で、神原城の門の耐久というか、その強さもうですね、十分に上げきれてないところがあるので、縄文も結構ね、チョコレート、真夏のチョコレート並みに溶かされていくんですね。やっぱいつ籠城戦になってもいいようにちゃんとね、最低でも縄文だけでも回収はしておかなきゃいけなかったですね。ここで一旦村上義清が兵を削られて撤退というところです。
まあ、ただこの後すぐ上から援軍が来てくれてますので、この援軍を得てもう一戦北条勢と戦っていくっていう展開になります。ご命令くだされ、先月の収支です。まあここは深市城をね、なんとか防衛しようとしているんですが、神原城に増援を送ってくれた関係上、深市城を守る兵力がもう根本的に不足してますね。ここからは次々と北条勢に城を奪われていってしまうっていうね、厳しい展開になっていきます。まあ、ただ神原城はね、なんとか守りきったというところにはなります。ただその中野城がね、落とされてしまったことによって越後への道が閉ざされ、この神原城が孤立してしまうっていうね、これはこれでまたかなり厳しい情勢になりました。中野城があることによって越後から援軍をね、要請することができたんですが、もうその越後への道が閉ざされてしまった形ですね。ご覧の通り、西に今川、東に北条、北に武田っていうね、三方向を敵に囲まれた神原城という状況になりました。でご覧の通りですね、伊達もかなり勢力を伸長させてきているという状況で、長尾自体がですね、もう四方八方敵に囲まれてます。まあ、本来だったらここでね、提案で同盟を結んだりしていくっていうのが定石なのかなと思うんですが、もうここは謀反を検討していきましょう。このまま長尾についてても先はないということでですね、まあ、長尾に武田から寝返った直後、軍団長にまで抜擢してもらった大恩ある長尾を早速こう謀反によって裏切ろうとしている展開なんですよね。まあ、ただここは戦国の世の習いということで、まあ、しょうがない部分もあると思うんですが、今川にするか北条にするかというところでね、検討していっています。でも結論から先に言ってしまうと、ここは北条に寝返りました。というのも、今川は今織田軍と大激戦中で、しかも押され気味というのがあるので、まあ、今今川に寝返ったとしても、その武田をね、滅するっていう宿願、これを達成するのが難しい可能性が出てくるので、であればもうね、北条について武田と同盟を破棄させた上で一気に武田領へ進攻っていうのがね、いいかなと思ってます。ご命令くだされ、先月の収支です。さあここで寝返っていきましょう。北条に、でここでちょっと間抜けなのがですね、長尾の柿崎隊が神原城の守備のために駐留してくれてたところに寝返ったので、いきなり長尾に攻められてるっていうね、ちょっと間抜けな状況になりました。がここは北条から援軍が来てくれて、
柿崎隊を撤退させることに成功したというところですね。まあ実際は柿崎隊は帰ることができなかったって言った方がね正しいんですけどね。あの越後への道が閉ざされてますので、そのカンパラ城を守るために援軍でやってきてくれていた柿崎隊は中野城が落とされて越後への道が閉ざされたことによって戻ることができないがためにカンパラ城にこう留まっていたっていうねところなんですが、まあそれも気づかずその寝返ってしまったっていうのはねちょっと間抜けでしたね。まあ、ここは弔問を回収していきましょう。やっぱマス型門までしておかないと、いざ城攻めをされた時に弔問のね耐久が厳しいですね。で今後のですね信長の野望系のプレイの予定、ちょっとここでお伝えをしておきたいと思います。で今はですね、あの北条と武田が同盟関係にあったのでこれを破棄させたというのが今の状況ですね。これで今武田が赤くなったので敵として認識された状態です。で、信長の野望のプレイの予定なんですけども、まず一つはですねこの村上義清でのプレイ今やっていますが、これはなんとか武田をね滅するっていう目標をまずは達成したいなと思ってます。引き続きのプレイの予定になります。でもう一つがですね、視聴者の方からですねツイッターだったか動画のコメント欄だったかで、ちょっとねご提案いただいた内容で、足利義昭を使ってですね、まあそのいわゆる信長包囲網を、まあ、成就させるようなプレイをしてみたらどうか、面白そうだよっていうことをねご提案いただいたので、これは今プレイしている村上義昭を外交禁止プレイとは正反対のプレイスタイルになるのかなと思うんですが、それをやってみたいなと思ってます。村上義昭をこのシナリオ最初から見ていただいている方はね、ご存知かもしれないんですが、これは外交禁止というコンセプトでプレイをしてきてですね、まあ、第6話でついに滅んでしまったわけなんですが、次予定している足利義昭の信長包囲網のプレイは逆に外交が最重要な戦略になるんじゃないかなと思いますので、その連合から援軍を得てですね信長を倒す、まあそういうプレイができればいいかなと思ってます。これが一つです。でもう一つがですね、来年というか2017年ですね、大河ドラマ女城主直虎、まあこれ柴咲コウが主演を演じるNHK の大河ドラマ、真田丸の次の大河ドラマですね。この中で出てくる三浦春馬演じる井伊直親でのプレイを予定してます。というのもですね、井伊直虎はすでにこのチャンネルでプレイをしてますので、まあもしね、まだ見てないよっていう方で、興味ある方いらっしゃれば、当チャンネルの方で井伊直虎のプレイやっていますので、ちょっとそちらも覗いていただければなと思うんですが、今回は、三浦春馬演じる井伊直親の方をね、プレイしていきたいと思ってます。で、この井伊直親はですね、その、戦国立志伝の中では、出てこない武将なので、作りました。なので、まあ、オリジナル武将、井伊直親でのプレイっていう形になるかなと思うんですが、こちらの方ね、プレイしていきたいと思ってますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければなと思ってます。で、この井伊直親って何者なのっていうところなんですが、まあ、柴咲コウ演じる井伊直虎の、まあ、許嫁的な、ポジションというか、許嫁だったんですね。で、今川に仕え武田領に逃れ、そして今川に帰参した後、有名な桶狭間の戦いで義元が討たれた後、まあ、内通を疑われて、今川家臣朝比奈に暗殺されてしまうというね悲運の武将なんですが、そういった経緯もあって、なんと去年29歳という若さで死んでしまうんですが、まあ、その井伊直親でプレイをしていきたいなと思ってますので、大河ドラマと合わせてこちらの方をね、お楽しみにしていただければ嬉しいなと思ってます。で、井伊直親でのプレイは一応来年、
2017年プレイを開始する予定ですので、本当に大河ドラマとね並行して見ていただければ嬉しいなと思います。ご命令くだされ先月の収支です。で、対武田戦線という意味ではですね、残された武田の城は3つです。富士吉田、そして本拠地つつじヶ崎館に深志城という、この3つがね、武田領になってますので、まずは富士吉田城にめがけて出陣していきましょう。出るぞ。助太刀いたす。まあ、富士吉田城を守るオブ・トラマサは2000ぐらいのね兵しかいないので、ここはもう力攻めで一気に富士吉田城を取りに行くという展開です。表情を始めましょう。報告いたします。この武田四名神の一人内藤正豊が縁あって北条の下にいるっていうのもねまあちょっとおかしな話ですけど、まあ、正豊がなければ義清もここまで生き残れなかっただろうな。助立ちします。出るぞ。で、さっき富士吉田城兵力を減らしたんですが、包囲移ってない状態で攻城戦をやめてしまったので、もう一度富士吉田城の攻城戦ですね、やっていきます。ここはただトラマサ、オーブトラマサ、武田側のトラマサ兵が300しかいないので、もうここは兵を削り、城門を削り、天守を落として完全に攻略しちゃいましょう。で、まあちょっとね全然関係ない話を一つしておくと、年末年始はね、奥さんと海外旅行の方に行くので、ちょっと年末年始の、戦国時代三国志もののゲーム実況動画の更新が滞ってしまうかなと思いますので、まあ、ちょっとね楽しみにしていただいている方大変申し訳ないんですが、毎日16時原則更新している戦国時代三国志もののゲーム実況、年末年始お休みさせていただく日が何日か、あると思います。ちょっとその点だけね、大変申し訳ないんですがご了承いただきつつ、とはいえミカミックスの方はね通常営業というふうに聞いてますので、ミカミックスの方が投稿する動画楽しみに見ていただければ嬉しいなと思うんですが、一応その僕の方でもですね、年末年始は29日から、ちょっと海外旅行の方に行かせてもらって、1月の4日に帰国予定です。ただその帰国した次の日からもうバリバリ仕事になってしまうので、ちょっとそのゲームの収録ができそうにないのかなというところもあって、予定では1月の7日土曜日あるいはその8日日曜日ぐらいまでね、場合によってはお休みをさせていただく
ことになってしまうかなとは思うんですが、できるだけ、原則16時に更新しているゲーム実況をね、公開更新させていただくように頑張っていこうかなと思ってますので、ゲームの収録状況、あとは公開状況についてはツイッターで公開してますので、ツイッターの方ね、ちょくちょく覗いていただければいいかなと思います。で、ツイッターへのリンクはですね、動画の説明欄の方に貼り付けてありますので、お時間ある方少しね、そちらの方も覗いていただければいいかなと思います。さあ、武田の残された城、ごめんなさい、まだあと3つありますね。辻ヶ崎館に高遠城に深志城、残り3つです。ご命令くだされ、先月の収支です。まあ、ツイッターの方とかね、動画の方長く見ていただいている方は、もうワンダーはタイばっか言ってんだろうっていうね、思われていらっしゃる方多いと思うんですけど、意外とちゃんと奥さんと旅行に行ったりしてですね、まあ、その海外で遊んでる解消なしなやつだと思われてると思うんですけど、まあ、愛妻家の一面も自分で言うのもあってですね、年末年始とかそのお盆、ゴールデンウィークとか奥さんとね、旅行に行ったりして過ごすようにしてます。さあ、ここは終始です。かしこまりました。まずは長尾の雲の口城を攻めるという、ね、場面になりますね。出陣するぞ。ご命令くだされ、報告いたします、報告いたします。もう信濃も北条の支配下に収まりつつあるという状況ですね。で、今川は相変わらず織田軍と激戦中です。で、雲の口城を落とすにあたっては義清の軍勢は全く減らされてないので、このまま深志城の攻防戦、攻略戦に入っていくという流れですね。で、宇治政からの主命は辻ヶ崎館の攻略、いよいよ武田の本拠地、こちらに攻め入れというのが主命です。加勢いたす。ここはね、村上軍、まあ、北条軍は5000を超える軍勢に対して、なんと敵方は楽岩寺なんですね。ここ5、9、宿
君と家臣っていうね間柄でこの不可思議の攻防戦をやっているというね、なんともな展開なんですが、城門を破壊しました。まあ落眼地にもね裏切られましたからね。敵城門突破しました。第何話だったかな、第3話4話ぐらいで落眼寺に裏切られた時はショックでしたね。まあ、その村上軍の中にあって落眼寺は戦闘面でかなり期待かけてただけに武田に寝返られた時はショックでしたけど、まあ、その落眼寺も今打ち払ってその落眼寺の不可思議城を攻略したというところになりますね。でもこのまま不可思議城を落としますので、まあ、次回はですねいよいよ、宿敵武田の本拠地数字ヶ崎館に攻め入っていきたいと思います。ご命令ください。先月の終始です。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。